吉田さん、久々に感動しました。最高ファイトクラブ。昔ね、ガチンコファイトクラブっていう世界チャンピオンの竹原さんがやってた番組あったと思うんですけども、今ね、亀田兄弟とその親父が番組やってるんですよね。で、当時ガチンコファイトクラブに出た恵比寿岡さんもトレーナーとして参加していて、いや、これね、むちゃくちゃ良かったですよ。今年なんてショービジネスがもうね、どんどん苦境に追いやられている時代じゃないですか。でも今年1年かけてこのね、最高ファイトクラブってすごいですよ。トレーニングのところからずっとね、動画撮影して振り分けられていくところとか、それから何ですかね、ファイティングマシーンが育つところとかね、若いエネルギー20代30代の男たちが自分の身一つでね、拳一つで勝負していく。いや、すごいな、感動しましたね。で、今日最終回が解禁されて、それ見させてもらったんですけども、元ね、日本のランカーとかと7人対7人でやるんですよ。まあもちろん一人一人なんですけどもね、全部勝つというね。で、亀田の親父ってのは本当すごいのは、3人兄弟いるじゃないですか。3人とも世界チャンピオンしてるんですよね。こんなのね、もう類を見ないわけですよ。で、今回何が言いたいかっていうと、ボクシングの世界で生きてる人たちはボクシングの世界でまだ生きてるってことなんですよ。すごいですよね。YouTube を中心とした情報発信でそのボクシングの興行に成り立たせてるんですよ。で、投げ銭かなんかで集まったのがファイトマネーだっつって、やってるんですけども、成り立ってるんですよね。で、これから新しいボクシングの形を俺たちは作っていくんだっていうふうに、まあね、亀田さんとか語ってて、いや、感動しましたね、そこでね。この時代にショービジネスがどんどん縮小してる時に逆にですね、盛り上げてしまったという、本当にこう最高だなと思いましたね。で、私たちはビジネスをやっていて、実はね、こういう最高ファイトクラブなみたいなものに対して、なんかそこのどっちかっていうと、まあ、なんていうんですかね、教えてあげる方なんですよね。逆に教わっちゃったみたいな。いや、本当すごいファイティングスピリッツで、そう考えていくと、その自分の持てる能力をね、発揮して結局壁を突破していかなくちゃいけないんですよ。じゃあ自分の持てる能力何かな、全身全霊を傾けるものって何かなって考えた時に、やっぱり浮かばないといけないですよね。いい年してきたら、それが20代30代の若者がもうね、身一つで現状を突破するために這いつくばって、それこそ命を懸けてやってるわけですよ。で、中には脱落する者もいるんですよ。それこそね、むちゃくちゃ強いパンチ、気合も入ってて体力もある、で、意を決してそれこそ命を懸けて参加したのに、まあボクシングなんてのは相対関係ですからね、自分よりももっとすごいやつがいたら生き延びれない世界ですよ。いや、本当すごいなと思いましたね。その感動がありますね。で、前回話題にでも出てましたけども、関さんね、関さんもやっぱり私のね、速稼塾ファイナル参加してくださった時からもうすごい実績をバンバン上げていて、で、 YouTube もねすごい再生数だったんです、最初から。だからね、あらゆることにまあ熱く勝負するってことは、自分の人生を切り開く唯一の松明ですね。松明、暗闇を照らす松明ですよ。で、私もね、麻雀の世界ではどうもうまくいかなかったんですけども、今のこのアイデアをもってすると麻雀屋ですら軌道に乗せることができたんじゃないかなと、できるんじゃないかなと思いますよね。ただまあ、私はね、今こうやって YouTube を中心としたインターネットビジネスの活動にどっぷりと身を潜めてね、で、そこで隠居というね、隠居というブランディングをしながら実際はむちゃくちゃやってるというね本当に塾生さんも本当ね、この際になって毎日のように入ってくださったりとか、で、面談を希望される方がいたりとかね、すごいなと思いますよ。私もね、だから最高ファイトクラブに負けないような最高ネットビジネスクラブ作っていきたいなと思いますね。だから吉谷さんね、本当、いや、私ね、本当に吉谷さんとこういう風なね、伴走ができて本当に良かったなと思うんですよ。だって多分他の誰とは言いませんけども、誰かと組んでいたら多分ね、そっちの人はもう走ってないんですよ、当時どんだけ有名で実績作っても、だからその、なんですかね、こうやって走り抜けていって、私がね、唯一信頼に至るものとしたら吉谷さんの存在ですね。吉谷さんが多分俺が走る限りは走ってるだろうなと思いますね。それが私のまあ最高ファイトクラブかなというところでございます。これからもよろしくお願いします。